はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。さあ今日はマリオカート8デラックス実況プレイやっていきたいと思います。リベンジだ、マリオカートのリベンジだ。よろしくお願いします。前回あまりにもね不甲斐ないというか、別に不甲斐なくはなかったんですけど、あまりにも残念な結果になってしまったんで、ちょっと悔しいんで再挑戦です、ね、いやマリオカートいける、絶対いける。マリオカートでも1位を取れることを僕は証明したいんだ、証明したいんだ、証明できるんだ。きっと頑張れば、1個投げて2個投げて、ここ投げて当てていく、ボワーン、マジか、痛いな、打速だな。いやなんかねマリオカート使ってて思うことはなんかあれなんですよ、マリオカート自体は弱くないんですけど、明らかに引きがめちゃくちゃ悪くなるイメージがあって、たまたまなんだろうけどそれ引いて負けるみたいなのがね割と多くって、なんでなんですかね、なんでなんですかね。前回の動画とかさ、明らかに勝ち試合、勝ちレース2レースくらいあったじゃないですか。なんであれ負けちゃうんですか不思議ですよね、すごい不思議なんですよ、ね、そういう意味で。そうなので、なのでめっちゃ普通にみんな消化するね。ほっ、このラインは大丈夫。うわぶね、いいぞこれは、いいぞこれは、いいぞ、はいここいいぞいいぞいいぞこれ、はいいいぞこれ、1位きた、1位きた、1位きた。マリオカートでも勝てるんですよ、多分トゲは来ないですからね、これ多分トゲ来ないんで、あとは後ろに赤は引かれても赤さん引かれなければ勝ちなんで、これ勝ったでしょ、あいや勝ちでしょこれは、いや勝ちですよ、トゲ来ないし、トゲ来ないしうわーあーキノコキノコ、なんでなんなんでなんマジでなんでなんなんでなん、やっぱこのマシン弱いのねえなんでなん、なんかジャイアンツの菅野ですよね、マリオって。負け運負け運、優秀な能力が揃ってるにもかかわらず負け運がついてるがゆえに、コンピューターとかと対戦すると勝手にコンピューターがバカ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 点数を取ってしまい、痛いなぁ。もうこういうのはしゃあないかなと思いますけどね、軽いんで押し出されてねえっていうのはありそうだなとは思うんですけど、あ綺麗、コーナリングもすごいいいし、あ加速寄りなんでちょっと最高速は、あ取らない、はいはい、あ俺じゃない、 OK、これは1位取っていいやつ取るわ。うわーなんかいるーけど1位大丈夫大丈夫、ここ、はい、あれ取れてない、嘘、なんで、え、でもどうせ多分コインだから赤とか取られちゃったら取んないですね。ちょっと膨らんだ、もったいない、はいー、いやまあどうせコインだから、どうせコインなんで、どうせコインなんで、むしろキノコ、はい、どうせコインは仕方ない、取れてる、大丈夫、曲げられる、譲ってもいいけど、そこは、ほっ、うわっ、怖っ、一回そこに微妙に膨れて、やめて、そういう、なになになに、別にあれだったの、別にラグだったの。あ、下手、ちょっと投げるわ、下手、なんか、え、なんでちょっと、よくわからないぞ、ちょっと怖いぞ、前のメタマリオ前のメタマリ結構怖いぞ。一応、取れるものは取った、取れるものは取って、一回投げてこうやって、いやー、これはでも俺は1位を取る、1位を取るために今投げてた、甘いキノコですね、2位ですね、いけて2位ですね、いやー3位か、やっぱ菅野ですねなんか
いや、マリオカート弱くないですよね。やっぱ見てて。前回のパートとかも見てても思いますけど、明らかに弱くはないんですよ。明らかに。明らかにね。うん。なんだろうね。何が足りないんだろう。だって、ノコノコの、なんか、あんなんでもう勝ててる人がいるわけで、タイヤなのかな？でもタイヤあれだって、メセデスかなんかじゃないのあれ。メセデスタイヤかなんかですよ。メセデスって確かノーマルタイヤと性能一緒ですよね。あ、マジ？そう考えると、なんか、痛い。悔しいですよね。なんか、あと一歩足りてない感があって。これは、あーどっち、こう、めっちゃ抜かれたんですけど、SS で抜かれた、一回金を使って、まあ、投げちゃおうかな。別に、いいや。もうこの順位だし、どうせ。どうせこの順位だし。キノコ、キノコ、さあ、どうしようかな。ここは、この辺で、ちょっと、お茶を濁しつつ、お茶を濁しつつ、ちょっとまだ全然混戦なんで、ナイス。ちょっと、まああれですね、自分からやりに行くっていうよりは、誰かと誰かがやり合ってるところに、なんか潰しに行く感じで、行ったらいいかなって思いまーす。よいしょ。で、なんか爆発が起こって、行った。ちょっともうちょっとちゃんと走りたいですね。はい、ダブルバナナのところにダブルバナナを置いて、ここあんま寄せない方向性で、はい、なあ怖え、今ごめん、今のはビビリ、俺の特性ビビリが発動してしまいました。僕ゴニョニョなんだろ。あ、てかコイキングの隠れ特性が僕ゴニョニョ、ゴニョニョじゃねえわ。ああもうなんでだよ今の。完全にトップ目狙えたやつじゃないですかね。やばいね、やばいね。これはもう行くしかないんですけど。じゃあ、ビビリなんですよね。初めて知った、つい最近。つい最近知ったんですよ。だからなんだったらしいんですけど。いや、これは、ああブー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 どこに、どこにいる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 。え、やばい、やばい。足元に何がいるかわかんない。足元怖い、足元怖い、足元怖い。やめて、ここだ。イエーイ。でも勝てない。でも勝てない。でもなお勝てない。なぜなんだ、なぜなんだ。レインボーなら勝てる。レインボーならきっと勝てる。だんだん説得力のかけらがなくなってきてる件について。でやろうね。ねえ、あと一歩足りないっすよね。マリオなのに、ルイージじゃないのに。やんルル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 ル。押さないで、押すなよ、押すなよ、押すなよ。ちょっと安全運転、ちょっと安全運転で、全然コインが取られまくってるんですけど、いやーちょっと入っちゃったな今のは。まあ、ギリギリって感じかな。木野さん、はい。木野さん、コインがないんで、コインを拾いたいんですけど、目の前にコインが全くないんですね。ないんですね、ないんですね。角度、こういう角度で入って、あー軽いからな、結局。そこがちょっとなんか弱点になるかもしれないけど、まあでもそれは別に、抜け出してしまえばどういうことはないですか、ね、ぶっちゃけね。ここちょっと使って、じゃあお邪魔するわよして、もう一回引いて、もう一回引いて、しっかり、もうちょっと落ちることはやめよう。やーなんて1位のアシストしてるんですかね、後ろの人は。やってらんないんですけど、どっから使おうかな。ちょうどカーブの入り先ぐらいで使うといい気がする。
俺がサンダー引いていく。ここでしょ。いい、一人だけ行かせちゃってもいい、大丈夫、行かせちゃっていいやつだから。で、そうそう、そいつとそいつと二人でツーマンセル、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 ツーマンセル。で、あとは前を潰す、あとは前を潰す、あとは、いえ、泣きたい気持ちだよ、僕は一人きり。あ、ちょっと待って、押すの忘れた、右やんけ、勝手にしろ。いじけ、いじけ始めやつ。どうしようもない、なんでやねん、なんでなんか負けるん、なんなんか。最後の後ろ見なかった俺が悪いかもしんねえけど、多分あれ後ろ見ててブーメランだなって分かっても無理だな、俺の技術力じゃあれは。悲しいわ、もう。3位これがと、じゃあ、くんな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 、もう君も当たってないよ、当たってないよ、ね、もうもう、もう、日野さん、はい、はい、はい、オッケー。からの後ろ、なんかここ事故るよ、事故率高いみたいな。みんなそこ行く？なんか最近さ、結構集中するから逆に回ってった方がいい説ありますよね。はい、はい。いや、押さないで。はい、トゲいった。いや、このタイミングで使いたい、マジか。ここ一回使ってちょっと前の牽制をしっかりした上で、ここだー、届け、届いてくれ、届いてくれ、届かない、届かない、届かないし、やば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 いし、これやばいし、キノニアやばいし、キノニアやばいし、キノニアやばいし、誰か一回なってるから俺こうするしかないし、ないし、ないし、キノ4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 、いやー、これ俺でしょ、うわー、もうマジいい順位ずっと言ってるんだけどね、いい順位ずっと辿ってはいるんだけどな、なんだろうな、この後一歩足りない感じ。さあラスト行きましょう。昨日の嫌な思い出がふつふつと蘇る。だがしかし、その過去を俺は超えていく。この漆黒の堕天使が織りなす物語は世界を席巻する伝説になる。行くぜ、ナモン機関、俺は逃げ切る。この現実からおさらばするぜ、バナナ2本インガン攻めだぜ。よし、痛い、焼きバナナになっちゃうよ、焼きバナナになっちゃうよ、焼きバナナになっちゃうよ、まだ終わらねえ、うえい、綺麗。さあこれはね、あれなんですよ、トゲゾウ来ると思うじゃないですか、ここまでね散々ね、今そこもうちょっと右、ざまー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 だけど、それ怖いからちょっとアウト寄りに走る。痛い痛い、はい、でなんですよね、問題はただキノコを持っていた、キノコを持っている人たち、さあそしてキノコを持っている人たちによる
ブーメランを、まあ、それは赤ですからね、赤ですからね。キュイって。ちょっと待ってよ。どんだけ感染やねん。そのファイヤーはずるいよ、それは。それ、後ろに投げちゃいけないやつだぞ。いいよ。いやこれさこれもらっていいやつよね。これ、昨日一、前昨日さんやん。前昨日さんやマイキノさんやん。俺はもう行くわ。行くわ。このアイテムで勝つ。はい。嘘だろ。マジで言ってんのそれ。嘘だろ。なんかやっぱ、マリオ弱いですかね。なんか、ここまで来るとなんかそんな気がしてならない。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。本日は指振り大会ファイナル、ポケットモンスターサンムーンでラストの指振り大会でございます。一応ウルトラサン、ウルトラムーンでも開催予定ですが、ゴンベで指を振るのはおそらくこれが最後なので、参加者の皆さんぜひ盛り上がっていきましょう。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。